皆さんこんにちは。今日は、私のヘリテージの車検に行こうと思います。ユーザー車検に行きます。で、まだねこの車両紹介済んでないんですが、2年に1回でノーマルに戻してます。というのも見ての通りメッキカバーやらなんやらでキラキラになってね、これでも取ったんですよ。これいろいろくっついてると検査できないんで、車検の時は全部外します。で自分で点検してるんで、いろんなカバーがついてると点検もできないので全部ノーマルに戻しました。2年に1回のお仕事しょうがないですね。で去年はねすごい雨に降られちゃってずぶ濡れ、ちょっと映像出します。今日はじゃん、ハーレーのつなぎと、ハーレーのメカニックを予想して行ってきます。舐められちゃいました。で、これね、車体番号とかねみんなメッキカバーで隠れてるんで、下にね、見えるかな、ここにエンジンのナンバーがあるんだけど、刻印が、こういうのも全部出てないとね、まずいんで、カバー全部外しました。しょうがないですね。去年はね、構造変更入れたんで、結構時間かかりました。ハンドルを変えたりして、構造変更で通したんで、結構時間かかったりして、大変だったんですが、今回は継続。なので、おそらくすぐに行くと思います。ブルーヘブン、今日の予定はね、検査場で車検が無事に取れて、2年ぶりに、久しぶりにハーレーのね、ディーラーに入れて点検してもらおうかなと思ってます。そうは言ってもね、素人なんでいつも点検してますけど、オイル交換とかね、いろんなもの交換してますけど、そりゃあたまには見てもらおうかなと思って、今日はそこまでやろうかなというふうな計画になります。じゃあちょっと書類をね紹介します。今日必要な書類ね、今日ね車検受けるには、ユーザー車検受けるにはこんだけのねものがいります。これネットで出てくるんで皆さん検索したらすぐ分かると思います。で一応ね今日念のためにこんだけ荷物になってます、何があるか分かんないんで、例えばねウインカーねミラーになってるんでダメだって言われることもありますんで、あとまあ反射板とかああいうものも全部外してあるんで、もしダメだった場合にはすぐつけれるように一通りね、車検場はよく行くんですけど、まあまあ検査官によってねいろんなこと言う人がいるんで持ってった方がいいです。でまずね、当然車検証、あとは向こうで全部入手できるはずなんで、このまま行きましょう。じゃああとは検査場で頑張りましょう。行きましょう。ブルーヘブン。で今日さ久しぶりにノーマルに戻したんだけど、ね、いろんなものいじってあって、で今日ここまで乗ってきた感想、めちゃめちゃ調子いいのよ。音も静か、加速もいい。これは何を改造したのかなってね
全部戻したらめちゃくちゃ調子いいじゃん。で、FP3 入ってます。で、エアクリーナーとマフラー変えてますんで、FP3 で年長もいってるんだけど、今日はフルノーマルに戻してます。で、いつもはね、5速、6速使って走ってるんだけど、今日、4速、5速で十分、6速入らないのよ。そのくらい調子いいのよ。ちょっとエンジンかけますよ。ヒュンヒュン言うかな。2倍、鼓動感1/2、テンション1/2な感じ。じゃあ行きましょう。ブルーヘブン。車検場に着きました。車検はこのシールドなしで撮ってるんで、これデタッチャブルで撮れるんで行ってきます。はい、まず車検場着きましたんで、光軸とかね、ライトの、見てもらいたいんで予備検査先にやります。検査のために洗車検査があったんで、これでヘッドライトの正規な、放量足りんってどういうこと？前回も同じで撮ってるんだけど、マジか。ちょっと急遽
電球を買いに行きます。よし、外そう、しょうがない。よし、これね、多分ね、中のね、反射板が曇ってる。いつもバラしてるこういった痛い余裕があるよ。水入れて中性洗剤でこすると隅取れるんで、多分もう光ったと思うよ、これで結構。ちょっと水買ってきてさ、中性洗剤入れて、これ磨くか、こんな感じでやってあってな。ほんで電気も買ってくるかもしれない。行こう。よし、もう時間がないから、まずヘッドライト磨こう。中性洗剤入れて、こんなこと車の中でやる人いる？これアホやで、これアホやで。まあ喉乾いたし飲むか。これでビカビカになるんだ、これ。うん、これで検査場に着くまでにピカピカや。ブルーヘブン。ちょっと曇っとったでね。これでだいぶ改善されるはずなの。お、見てピカピカじゃん。バルブ変えてもいけるんじゃないか。まあ一応な、これ見、こんなことになったな、うん、よし、もう受付は済んだんで、あとは検査員がお昼になっちゃうんで、この間に仕上げましょう。ちょっと時間に余裕ができたんで、ゆっくりせっかく外したので仕上げましょう。惜しかったな。100、125までいったな。150なら合格な。惜しかったな。腹立ったでね、これ買ってきた。もう見て見て、明るさ感145Wグラス。これなら見てる。丸く触れてる。素手割ったな。こういうとこは俺真面目やな。まさかの展開だったな、これ。俺もう今頃うまい飯食っとるとこだったのに、こんなに嫌がらせあった。ポジション級も割れとったでね。新しいやつだからね。これはね、T10 だでね、普通のバルブだ。
黄色いの下でね、黄色いやつの方が香料が出るな。前が青いバラだ。青いのは出にくいのよ、香料が。なんか黄色っぽくしたでね、でいけるね。これでいけんかったらもう検査員に涙がなってきた。これでダメって言われたら俺は泣いてお願いするよ。本当に泣くでな、見とけ。登場して合格にしてくれんわ。これがな、簡単なのか。中ピカピカにしたぜ。これいいね。ブルーヘブン。ブルーヘブン。疲れた。光量3倍見たか。やっと検査。いっぱい順番待ちになってます。 1,2,3 の5台目です。頑張ります。受付行きます。